三重師だから盾も見せ場だよね。今日この後練習に付き合ってもらえると嬉しいな。わあ、これがフラワーフェスティバル、盛り上がってるね。へえ、いろんなライブもあるんだ。勉強になりそうだし見ていこうかな。ライブいいわね。じゃあみんなで行きましょうか。オッケー、出発。すっごい人だかりだ。あ、待って、ジュンジュン。ダメだ、もう追いつけない。ここからじゃライブも見られないし、どうしよう。私たちだけで他のところ回ろう。そうするしかないね。ジュンナちゃんに連絡しとく。あ、あそこにクレープ屋さんがあるよ。ああ、美味しそう。お腹が減ったらあそこに行こうね。あっちに面白そうな展示がある。本当だね、そこから行ってみようか。ここにパンフレットあるから、これを取ってっと。どれどれ。ふむふむ、リース作り体験だって。リースなら寮の談話室に飾ってもらうのも良さそうだね。この生け花の実演みたい。じゃあここからこういう順番で回れば、リース作りと生け花とクレープと。まひるちゃん、お姉ちゃんモードになっちゃったじゅんなちゃんがいないときは私がしっかりしなきゃって思っちゃう。まひるお姉ちゃんって呼んでもいいよ。やだ。う、あ、じゅんなちゃんからお返事。二人のことは任せたわ、だって。うん、任せられました。さあ、カレンちゃん、ひかりちゃん、行くよ。そんなん、主役はうち以外に考えられへんのやけどな。可愛らしさも優雅さも、うちに勝てるお人なんて言い張りますの。ふむふむ、メモメモ。またうちが行かなあかんの。人気者は忙しいわ。人気者はメモメモだ。実家やったらそんなん当たり前どす。育ちの悪いお人の言うことは分かりまへんな。育ちの悪い、参考になるな。まひるちゃん、なんか最近よくメモ取ってるね。よくカオル子ちゃんのこと見てるし。何してるの？わ、カレンちゃん。今度の三重師の舞台、私は三重師の一人のポルトスを演じることになったでしょ。私とは全然違うタイプだし、どんな風に演じようかなって悩んでて。ポルトスは派手好きで毒舌って設定だから、カオル子ちゃんと近いのかもって思って。それでカオル子ちゃんを演技の参考にしてるんだ。ジュンナちゃんが人間観察とメモは必須だって言ってたし。誰が派手好きで毒舌やって、聞こえとります。カオル子ちゃんは目立つし、物事はっきり言える人だってことだよ。そうならそうと言うてくれはったらええのに。何でも答えますえ。自然体でいるところを観察したかったんだ。最初からマヒルハンが後ろうろちょろしとったん知ってましたけどな。カオル子ちゃんすごい、背中に目があるみたいだね。うちやって騎士役演じる準備くらいしてますんや。まひるちゃんは勉強家さんだし、カオル子ちゃんは天才肌だし、負けてられない。
私もダルタニャ頑張りますよ。いいお芝居にしよう。うん、そうどすな。今回の役はポルトス。お調子者でユーモアのある役なんだって。どうやって振る舞ったらいいのかな。ユーモアのある動きとか、やっぱり大げさにするのがいいのかな。もしよかったら意見欲しいな。普段から面白い動きだからそのままでいい？って、そんなの参考にならないよ。もう